どうもどうも、エサマンです。お願いします。ありがとうございます。で、今 JY パークから2次キューブをいただきましたけどもね。ありがとうございます。いやー、こんなん何番でもいいですからね。一番いいですからね。ありがたいですね。言うとりますけどもね、いきなりですけどね、はいはいはい、うちのおかんがね、好きなアイドルグループがおるらしいねんけど。ああ、そうなんや。その名前をちょっと忘れてもうたらしくてね。グループの名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。いろいろ聞くんやけどな、全然分からへんねんな。アホな俺がね、おかんが好きなグループ、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言ってたかっての教えてみてよ。韓国の女性アイドルグループで、ほんほんほん、メンバーは9人で2015年にデビューしたグループやっていうねんな。あートゥワイスやないか。その特徴はもう完全にトゥワイスやがな。トゥワイスな。で、おかんトゥワイス好きってだいぶわかない？ちょっと。まあもう70近いけどな。70のワンス見たことないけどね。うん、まあなんせトゥワイスよ。うん、すぐわかったやんこんなもん。わからへんのよな。何がわからへんのよ。俺もトゥワイスやと思ってんけどな。いやそうやろ？おかんが言うには、うん、韓国のアイドルグループの中じゃ世界で一番人気やって言うねんな。あー、ほなトゥワイスと違うか。BTS とブラックピンクには語れへんもんね。でもそんなん関係なしに TWICE は最高のグループなのよ。ただ JY パークはどうやったら YG と HYBE に勝てるんかずっと考えとんねんから。ほな TWICE ちゃうかな。もうちょっと詳しく教えてくれる？20の憧れの存在らしい。 TWICE やないか。みんな TWICE に憧れてオーディションを応募したいから。ニジプロのオーディションで TWICE メンバーが出てきた時のざわつきすごかったやから。な、俺らがダウンタウンさんに憧れて芸人を志すのと同じやねんから。そうやねん、そうやねん。トワイスや、そんな。俺も分からへんねんて。何が分からへんのこれで。俺もトワイスやと思ってんけどな。そうやろ。おかんが言うには、うん、メンバーはみんな黒髪で、うん、スカートの丈は全員膝下やってる。な、トワイスちゃやないか。そんな乃木坂みたいなコンセプトちゃうのよ。そうやねん。な、韓国アイドルと渡辺直美の髪色はコロコロ変わるんやから。そうやねん。おまけに韓国の女子アイドルグループ足出しは必須やねんから。そうやねん、そうやねん。こんなトワイスちゃうかな。ほらもうちょっとなんか言うてなかった？最近メンバー全体的に衣装の露出が多いらしい。トワイスやないか。最近やたら布の面積小さいんやから。そうやねん。な、俺ら男のワンスとしてはドキドキせずにはいられへんけど、うん、それで下品だのなんだのトワイスが批判されるのは心外やねんから。そうやねん。肌出そうが出さまいがトワイスが最高のグループであることに変わりはないのよ。そうやねん、そうやねん。トワイスや、そんな。わからへんねんだから。なんでわからへんのこれで。俺もトワイスやと思ってんけどな。そうやろ。おかんが言うには、うん、事務所の社長が全然表舞台に出てこうへんらしい。ほな、トワイスちゃあないか。ガンガン出てくんないから。そうやねん。そんなジャニーさんみたいなタイプの社長ちゃうのよ。そうやねん。そもそもあいつ自体がガンガン曲出して歌っとんないから。そうやねん、そうやねん。な、20のオーディションで日本人の大半が JY パークのこと知っとんないから。そうやねん。トワイスちゃうから。うん。これもうちょっとなんか言ってなかったか？なんか普通に彼氏とかおるらしい、ね。トワイスやないか。事務所公認で付き合うとったんやから。そうやねん。な、こっちがびっくりするぐらい事務所があっさり交際を認めるんやから。そうやねん。日本のアイドルであんなんあったらもうどうなるか分からへんもんね。そうやねん、そうやねん。トワイスは絶対。分からへんねんでも。なんで分からへんのこれで。俺もトワイスやと思ってんけどな。そうやって。おかんが言うには、うん、メンバーは全員韓国人らしい。ほな、トワイスちゃやないか。アジア3カ国おんねんから。そうやねん。韓国、日本、台湾3つ揃ってこそのトワイスなのよ。そうやねん。な、日本人メンバー3人おって、うん、3人ともがっつり関西やから、俺ら関西人はどこか親近感感じずにはいられへんのやから。そうやねん、そうやねん。トワイスちゃやないか、うん。これもうちょいなんか言うてなかった？一回桃とジヒョ水着の写真集出してくれ。トワイスやないか。なんでおかんがそんなエロい目で見てんのよ。中学生男子みたいな目で見てるやんか。そうやねん。でも確かに水着写真集は一回見てみたいのよ。そうやねん。ワンス男子は全員水着写真集見てみたいんやから。そうやねん、そうやねん。トワイスに決まり。わからへんねん。わからへんことない。お前のおかんの好きなグループはトワイスです。でもおかんが言うには、事務所が俺らと一緒らしい。ほな、トワイスちゃやないか。トゥワイスが吉本所属なわけないんやから。そうやねん。てかそもそも吉本にアイドルグループなんかないのよ。そうやねん。な、何年か前にできた吉本坂もないんや。ようわからんまま活動休止しとんねんから。そうやねん、そうやねん。トゥワイスちゃやないか。さっき言えよ、うん、俺が水着写真集への期待について語ってる時どう思ってたよ。申し訳ないだから。ほんまに分かれんがなこれ。どうなってんねんもう。で、おとんが言うにはな、おとん3時のヒロインちゃうか。いや絶対ちゃうやろ。もうええわ。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。Twitter はじめ各種 SNS のリンク、おすすめ動画のリンクを概要欄に掲載しております。そちらもぜひご覧ください。コンビ、テーマ等、ネタのリクエストもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。